震災前のゆりあげ浜ゆりあげは宮城県名取市にある町名である。名取川南岸の太平洋に面する場所に位置する。漁港を有する港町である。旧名取郡ゆりあげ町の一部。2011年3月11日に起きた東日本大震災による津波で大きな被害を受け復興が進められている。江戸時代前期の1697年、仙台藩主。 だて津奈村が王とし寺の落景法要に参拝しての木と山門内から遥か東方に見えた波打つ浜をあれは何というところかと問ったところ金時の者が有利上げは間にございますと答えた。重ねて文字はどう書くのかと問ったところ文字はありませんと答えた。これを受けて津村は門の内から水が見えるゆえに今後は門の中に水と書いて 揺り上げと呼ぶようにといい、仙台藩専用の湯という文字ができた古字がある。また湯は揺れるに同じで、龍眼手鏡に同字がある。江戸時代には仙台藩直轄の港で仙台に魚介類を売り栄えた。半農半魚の地帯で農民と漁師の風習、言葉遣いが混在する地域だった。1889年。 ゆり上げを含む5つの村が合併して、東多賀村が発足した。この時点で、ゆり上げには380世帯があった。このうち100世帯が漁業を専門とし、180世帯は漁業と農業、または漁業と商業を兼業していた。ゆり上げには10トン以下の小型船が30層あった。これに7人から10人が乗り込み、10回り程度の範囲で、 沿岸漁業を営んでいた。ゆりあげには5軒の魚問屋があり、競り落とされた魚は仙台や周辺の町村に行商で売りに出された。マグロやカツオの最盛期には特に活気があったという。1903年にゆりあげ浜漁業組合が結成され、共同して漁業の改善が取り組まれた。大正時代になると焼き玉エンジニア、 ディーゼルエンジンが普及し漁船の動力化が進んだ。これに伴って漁船が大型化し、創業海域も15海里程度まで広がった。1922年には製氷会社が開業し、ゆり上げで水揚げされた魚が福島県や東京など宮城県外にも送り出されるようになった。この頃、ゆり上げの港に立ち行きの船も水揚げのために入港した。 1924年に41人の発起人が、京弁鉄道の付設を目指して、造東軌道株式会社を立ち上げた。東北本線の増田駅から、ゆり上げの間に軌道が付設され、1926年に営業運転が開始された。旅客輸送を、貨物輸送ともに扱っていたが、1938年に鉄道営業を止め、バスによる旅客輸送に転換した。 1943年に仙台市 AA バスが同じ区間で運行を始めたのに伴って、増東機動株式会社は解散した。この間、1928年に東高村は調整を施行して、ゆり上げ町となった。この頃になると、漁船の航海距離がさらに伸びて日帰り創業ではなくなる。1939年にゆり上げは第二種漁港に指定され、 港の集築が計画された。太平洋戦争が勃発すると船が徴用され、水揚げ量は落ち込んだ。戦後になると25トンから30トンの漁船が主流になり、中には100トンを超える恒星大型船で、遠洋漁業に携わる者も,も現れた。1955年に、ゆりあげ町は、周辺町村と合併し名取町となり、その3年後に、 名取町は姿勢を施行した。ゆりあげの東北地方太平洋沖地震前後の変化。出展、国土交通省、国土画像情報2011年の東北地方、太平洋沖地震では、東北地方の太平洋側の他地区と同様、津波で大きな被害を受けた。ゆりあげ小中学校は被災した2つの学校を統合、再建したものである。ゆりあげ漁港で、 朝市が再開され、4メートル前後の森土によりかさ上げされた造成地に新興住宅街が整備されるなど、復興や防災対策が進められている。日和山に慰霊碑が建てられているほか、震災について伝承する資料館、ゆりあげの記憶が所在する。仙台市中心部まで10キロメートル程度と近く地下が安い上、名取市が 補助金で移住者を誘致したことで震災前より人口は2%増えた。だが震災前からの住民には交流が少なくなったことを嘆く声もある。震災前からゆりあげの文化などを調べていた郷土市やの大脇兵7が避難した頃への聞き取りを継続。ゆりあげ地区の年中行事や方言を好きです。ゆりあげゆりあげの最時期。 好きですゆりあげな鳥の言葉として、自費出版した。水産業の復興では、カナダ連邦政府がゆりあげ漁港朝市エリアのメープル館設置を支援した。また復興支援の一環として、シラス漁が宮城県南部でも解禁された。ゆりあげさんは北限のシラスとして、2017年からゆりあげシラス祭りが開かれるようになった。 2018年には被災で閉鎖されていた、ゆりあげヨットハーバーが再開され、5月26日に、北日本オープンヨット選手権が開催された。津波で全壊したゆりあげ港神社の移転、再建も始まり、伊勢神宮から神宮式年仙宮で不要になった鳥居が譲られ、5月28日に据え付けられた。2020年12月6日には、社殿も完成した。 2019年4月25日、商業施設、川町テラス売り上げが、グランドオープンした。地元住民は食品を買う場所が乏しく、名取市が高齢者を立地区のスーパーマーケットに、送迎していたが、2017年に、スーパー出店企業を公募。2020年7月に、アークスコ会社が、売り場面積3000平方メートルの大型スーパーを、開業した。 地元消費者だけで採算確保は難しかったが、地場食品を多く並べる道の駅的な機能を持たせる戦略で生きがいからも集客している。映画監督の新海誠は2016年公開の映画君の名はの着想を震災発生直後の揺り上げで得たと明かしている。揺り上げ漁港は宮城県が管理する第二種漁港である。 名取川川口の関湖である甲浦の中に位置する。この漁港と外洋の出入りには、古くは名取川の河口を経由する必要があったが、川底への土砂の堆積の影響などから漁船の入出港に危険が伴っていた。これを改善するために、1983年に外洋へ直接通じる新たな航路及び副港を建設する構想が打ち出され、 数字にわたる計画をもって、防波堤などの施設と共に整備されることになった。この進行路は2001年に開通を迎え、この年に行われた第56回国民体育大会のヨット競技は、このゆりあげ漁港を使って行われた。ありがとうございます。